ちょっとこのネジ山がなくなっちゃったので、わあ、だいぶ潰れちゃった。感じまして、模型のロマンを探索する模型所探索です。今回はデアゴスティーニさんが2012年に発売したトヨタ 2000GT の続きを組み立てます。こちらは探索団のアラバングマさんが65号まで前後を送ってくれました。ありがとうございます。ということで今回は続きで33号からになります。で、33号から60分でどこまで作れるかやっていきたいと思います。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでのトヨタ 2000GT の組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、いいね評価、いつもありがとうございます。それでは33号から早速作っていきます。頑張っていきまーしょい。はい、それでは33号はリアコンパートメントを取り付けるということで、後ろのドアを、後ろのドアでしょうか、組み立てます。これ左のドア、リアコンパートメントと右コンパートメントとリアコンパートメントとバックドアスタンドとビスが2本、じゃあ作っていきたいと思います。まず後ろ、リアだから後ろね、後ろのこのガソリンの近くのところにこのグネってしたやつをこの穴につけます。結構がっつりがっつりネジです。はい、ちょっとこの長いドライバーでやってみました。で、これが完全に締め、ちょっと締めすぎたかな、後で調節するらしいです。これが動く程度にしました。次に左のリアコンパートメントを、後ろの左だからこうですね、これをここに外側からこうか、こう向きだ、こう向きですね。ドアノブだよね。すごいね、樹脂素材なんですよね。これをなんか垂直じゃなくて外からつけて上から押す、上から内側に向かって押す。はい、じゃあここリアコンパートメントをつけました。これドアノブかなと思ったんですけど、これ2人乗りなんですかね。じゃあドアノブじゃないってこと。はい、じゃあ反対側の右側も同じのをつけます。結構これがね、ちょっと柔らかめで弾力があるので、それを利用してなんかつけていく感じです。はい、今回はこの金属の部品をつけて、でリアコンパートメントを2つ両側につけて33号は完成でーす。では34号いきます。はい、それでは34号はリアコンパートメントカバーを取り付けるということで、
33号までに組み立てたキャビンフロア後方のリアコンパートメントにカバーを取り付けます。で、すでに取り付けたフューエルタンクやスペアタイヤなどは隠れますけど、カバーは実車同様に脱着することができます。なので組み立て後も内部を見て楽しむことができるそうです。すごい。では入っていたのがこのカバー2つと、それからこの 2.3 ミリ中タップということで、タップが入っていました。このギザギザのねじ切りするやつで、ボタンみたいなのが3つ入ってるんですけど、これがコンパートメントカバーノブだそうです。じゃあまずこのカバーにふわふわな方、すごいふわふわなんだけど、ここにノブをセットします。ノブ、ドアノブ的な。この線が入ってるんだけど、これは好みの向きでするそうです。真横がいいか。はい、じゃあこれ3つつけたら、後ろのタイヤの上に取り付けます。かぶせる。これもできました。じゃーん、これで34号は完成です。じゃあどんどん次行きましょう。はい、それでは35号なんですけど、こんなに大きい。これはシャシーフレームです。車によってはシャーシって書いてあったり、シャシーって書いてあったりして、どれが正しいか分からんけど、私はシャシーっていうのが正しいと思うんですけど、皆さんはどうでしょうか。今回35号ネジ3種類と、この金属のめっちゃ重たい三角形のものが入っていました。じゃあまずはこのデフケース、28号で組み立てたデフケースに、これこのちょっとはめてあるやつが簡単に外れるかどうかを確かめるということなんですけど、外れなかったら次に進んでいいらしい。簡単には外れないね。よし、じゃあ外れないのでこれをこのまま使います。これをこっち向きにして、でこことここに接着剤つけて、こことここにこうはめる。難しそう。周りに当たらないように、周りに当たらんようにこれを入れる。上手にできた。はい、これでおっと、これくっつくんかな、本当にこれで。はい、それでは35号はこのデフケースをここに引っ付けて完成です。このネジは使いませんでした。はい、それでは36号を作っていきたいと思います。じゃん。36号はこのシャシーフレームとビスが3つ入っていました。で、まずはこれを取り付ける前に、ここと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 ここの7箇所に
穴開けをします。ここにこの 2.3 ミリのタップをつけて、こっちか、丸い方につけて、で穴開けをします。1回転半ずつでいいらしいです。1回転半、はい。そしたらこのシャシーフレームをこう向きでセットします。こうか、こうですね。こうだ、はい。そしたらこのワッシャー付きの大きいネジで、止めます。あ、なんか開いてないな。めっちゃきついです。うわー、舐めそう。ちょっとこのネジ山がなくなっちゃったので、ちょっと一回やめます。うわー、だいぶ潰れちゃった。これこっち使います。あ、予備、よし、できました。ここ止めます。はい、ではシャシーフレームをここに取り付けて、これで実車と同じデザインの X ボーンフレームが完成しました。じゃーん、 X ボーンフレーム、名前がかっこいい。すっごい重たくて重厚感があります。これを前後のサスペンションがこれに組み付けられていくそうです。はい、じゃあ今日はここまでにします。なので、60分で33から36、33、34、35、36の4号分作りました。これと X ボーンフレームと、名前気に入った。それからここつけて、これつけて、このマットつけて、カチャカチャ言ってるけど、マットつけて終わりです。これが後部座席のなんかドアかなと思ったんですけど、よく見たら後部座席ないけん、このこれは違いますね。これなんだろう、ちょっとわかんないんですけど、あのドアじゃなかったです。はい、みんな知ってるか。最後まで見ていただきましてありがとうございました。では33号までのトヨタ 2000GT の組み立て動画は再生リストからご覧になれますので、よろしくお願いします。そしてタンサックではしょっちゅう模型作りの生配信もしています。視聴者さんを探索団と呼んでいます。探索団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をして探索団に入団しませんか。探索団はあなたの入団を待っちょうよ。すごい盛りだくさんになってきた。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。またねー。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。
今回もタンサックの動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルでは、デアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズ、ガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ、週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。